阪急阪神東方グループ、阪急阪神ホールディングス阪急電鉄、阪急レールウェイサービス阪急レールウェイサービス株式会社は鉄道駅の管理業務などを行う企業。阪急電鉄の100%子会社で、阪急阪神東方グループに属する。阪急電鉄の駅管理業務を扱う100%子会社として、2000年6月に設立された。翌2001年7月に、 梅田駅、中津駅、13駅の3駅の移管を受けたのを、川切に順次各駅の駅管理業務を受託していった。その後2003年4月までに、阪急電鉄全84駅の内同社が、管轄する83駅の駅管理業務が移管され、駅員についても全員が、同社に出向した。2003年4月には、野瀬電鉄から14駅全駅の駅管理業務を、 2008年4月には、北大阪急行電鉄から3駅の駅管理業務を受託するなど、阪急阪神ホールディングス各社からの業務委託も進められた。2009年10月1日に会社分割を行い、阪急電鉄から受託している駅管理運営業務のすべてを阪急電鉄株式会社に分割承継。駅員は同日付で阪急電鉄に転籍した。 駅管理業務の受託と並行して定期券やラガールカードなどの企画、販売業務、駅前駐輪場の運営管理業務やレンタサイクル、運営業務を受託運営するとともに、阪急電鉄流通事業部から駅売り店、ラガールショップの運営業務を受託している。また、新規にコインロッカー事業を開始するなど、電鉄本社からの委託業務にとどまらず新規事業も、 幅広く手がけた。なお、駅業務を委託する子会社の設立は、大手私鉄では、東京急行電鉄市会社の東急レールウェイサービス、西日本鉄道市会社の西鉄ステーションサービスに、次ぐもので、京浜急行電鉄も同年同月に京急、ステーションサービスを設立している。関西の私鉄では、初となり、その後2004年に、京阪電気鉄道が、 京阪ステーションマネジメントを設立している。ありがとうございます。